原付バイクに乗っかって走っているとおまわりさんに呼び止められた。おいちょっとと彼は言うのであったが、構わず無視して走っていると驚いたことに、おまわりは自転車に乗って追いかけてきて、私の原付に追いついたのだった。おい止まれというので、うるせえなこの野郎というと、なんでお前その態度は、いいから止まんなさいというので止まってやった。すると周りは、なんだお前その原付は、ナンバープレートがついてないじゃないかって、盗んできたんじゃありませんよと言うと、じゃあなんでナンバーがついてないんだ、説明しろというので言ってやった。この俺の赤い原付はな、上原商店街の年末の福引きで一等で当てたんだ。すげえだろ、一等だぞ。まだな、ナンバー取ってねえんだ、悪かったな。ナンバー取ってないのに乗っちゃダメじゃないかお前。そんなこと言ったって嬉しくてつい乗っちゃったんだよなんて言ってやったんだ。お前嬉しくてもな、ナンバーついてないの乗っちゃいけないんだ、免許証見せろというので見せてやった。すると周りは、なんだお前今屋の清志郎に似てんなと言う。似てんな、似てんなじゃありませんよ、本人ですと言うと、おまわりは一瞬ひるんだが、なに嘘をつけ、じゃあ証拠を見せろというのでヘルメットを取って、いやーベイベー愛し合ってるかーいなんて言ってやったんだよ。そしたらよ、おまわりの野郎びっくりしやがって、腰抜かしやがって、あーなんて言って、本物だ、本当の今あの清志郎だ、すごいですねすごいですね、実生活でもロックなんですねなんて。当たり前だ、俺がロックンロールだ、今のだよ今はの、俺が今はのだ、すごいですねすごいですね、僕熊本出身なんですけど高校の時 RC 2回見ましたなんて言いやがってな。本当かお前、そうかなんて言ってると、汚い手を差し伸べてきて、握手してくださいと抜かしやがって、なんだこいつと思ったが、ここで怒らせてもなんだし、ファンが減ってもなんなので握手してやったんだ。そしたらおまわりの野郎、清志郎さん僕の就職毎週見てますよなんて抜かしやがって、でもなんだか出番が少ないですねなんて。バカ野郎お前、出番多くするとな、朝も早くなるしよ、セリフもたくさん覚えなきゃいけないんだ、大変なんだよ俺はロックンロールなんだ。そうですよねそうですよね、すごいですね清志郎さん、すごいですね、じゃあもう僕清志郎さんだから許しちゃおうかな。なんそうかい、悪いな、俺ナンバープレートついてないんだぞ、いいのか許しちゃって。まあお前みたいな国家権力はへとも思わねえけどよ、いいのか、いいです、もう許しちゃいます、もうなるべく早くナンバー取ってくれればいいんです。そうか、悪いな、お前の仕事も大変だろう、世の中には悪いやつもいるからな、その辺にバラバラ死体かなんか落ちてねえかよく探しとけなんて言って、じゃあ失礼するよって行こうとすると、ちょっと待ってください、清志郎さん、なるべくおまわりさんのいない道を通っていってくださいね。警察関係で清志郎さんのファンなんて僕ぐらいしかいないんですからと抜かしやがったんだ。本当なんだよ、もう好きで本当なんだ。ソロコンサートです。ラブ&ピース、よし、今日はソロコンサートなんで一人で永遠やりたい。じゃあデビュー曲で宝くじを買う。宝くじは買わない、だって僕はお金なんかいらないんだ。宝くじは買わない、
口は買わない、だって僕はお金で買えないものをもらったんだ。1億4000万円が当たっても今より幸せになれるはずがない、宝くじは買わない、だって僕は恋をしているから何もいらない、宝くじは買わない。